中本白秋のペンチ講座、今回はこちらにございます。山梨県という文字の美しい書き方について説明します。まず山って山は中を長くして軽く右側に書きますね。軽い右側のあたりからこう書いて、ここはそれぐらいの感じがいいでしょう。まあ、山はもう優しいかな。例えばここを右側にしてましても、こちらはですね、ほんとこう出しすぎるとこういうリズムができますから、あんまり良くないですね。あと山はそうですね、多少変化さつけるためにこれを角度をこう少しこう変えるのも一つの方です。こう書いたり、これも良しですよね。あるいは逆にこう立ち線の変化するために少しこう、これも良しですよね。軽いこの右側のリズムさえ取っておいて、この線に対してこう処理の変化をこう、縦棒が3本ありますので微妙な変化を入れるとこう味わいのある字体になります。じゃあもう一度書いてますね。こうして、これじゃあちょっとこうして、こういうふうに書いてもいいと思いますね。よくない例はここ、もう少しここをこう出した方がいいですね。まあ山はこんな感じで終わりましょう。次、県っていう字を書いてますね。あ、や、失礼。山形、形っていう字、形です。1、2、3、4。こんな感じでしょうか。これは、こちらの部分を見ますと横線が2本ありますから、こう下にこう沿って。次逆に上にこう反ると変化が出ます。これを同じようにこうにしますと、やぼったいですね。ですからこれ、こう。こうに書きましょう。これいいですね。で、こちらの分ですね。これはですね、3本線がありますから、こう、きれいにこう、平行っていうのは、単純でつまりません。ですからちょっと角度、少しこの次少しまた角度を変え、またこう角度を変えると、こういう空間の変化を求めた処理の仕方がいいと思うんですね。さらにですね、この幅を同じにしないで、こうしてこうして、ちょっとこう長さを変えてみるとか。じゃあこれでもう一回書いてますね。こう。今こちらにこういう雰囲気があります。これも少しこんなイメージで描いてみました。そうするとこうバランスよく見えますね。ここではちょっと剣も描いてますね。剣でこう描いて、はい、この間隔をこう均等に切って、結構この上の方を描いてないと、この横棒を入れた時にこの余白を取れなくなる。剣はやっぱりこんな感じで描きましょう。この空間を同じようにする。あと全部こう上がりっぱなしにするとつった感じがします。例えばこう書いてこう書いていいですか。こう全部こう、本当に直線的に右側に書いてみますよ。こう書きますとちょっとこう、あまりにもこうなって不安定ですので、こうしてこう、これ全部こう右側に右側に右側に書きます。これも右側にしながら最後少しこう上にひねりながら、こっちを少しこう下げていくと、全体的には右側のリズム見えますけど、より安定、こちらよりもこちらの方が、安定した雰囲気になりますね。以上、山形県について説明しました。山形このように皆さん書いてみましょう。これで終わります。